Thank you.
はい、はやしだピアノアトリエコンサート2021、無事に終了しました。今回もたくさんの曲目、プログラムがありました。もちろん、クラシックの曲が中心ではあるんですけど、そう、クラシックの曲もショパンあり、ベートーベンあり、それからドビュッシーの曲は今回はとても多かったです。クラシックの他にもディズニーの曲、素敵な曲がたくさんありました。それからアニメの主題歌を弾いてくれた映像もあったし、それから合唱の伴奏の曲なんかもありました。曲目どれも、演奏する本人が必ず気に入って、味を持って演奏できる曲というふうに思って曲目を決定しています。演奏する本人がこれが弾きたいと言って楽譜を持ってくることもあり、弾きたい曲名を言われて私が一生懸命楽譜を探して弾きやすいように音を配置し直したり、クラシックの曲であったらこれまでのその子が得意な部分、好きな部分を多分私十分把握していると思うので、一曲選んでこれはどうなんて言うと大抵すごく大喜びをしてその曲に取り組んでくれることが多くて、今回も、みんな一生懸命一つの曲を愛情を持って練習をして本番に挑んでくれました。本番の演奏は本当にそれぞれの、目標や目的も達成して、すごく魂のこもった演奏を聴くことができてとても嬉しいです。昨年に引き続き今年もコンクールの数もちょっと少なかったですし、それから、スタジオコンサート大人の部も子どもの部も開催することができませんでした。合唱コンクールの伴奏なんていうのもなかったし、それから学習会の伴奏もやっぱりありませんでした。人前で自信を持って演奏してそれを楽しんで、次につなげていく機会というのが本当に少なくて残念ではありましたが、出演者の皆さん1回の演奏に向けて、どうしてもうまく弾きたいんだという気持ちを持って最後まで、演奏の練習を重ねてくれました。コンサートが終わった後にも、あの曲が良かった、あの演奏が良かったという声も聞けたし、それから、ピアノをここで習ってない、ご家族の方、ご兄弟から、ピアノを弾いてみたいと思ったっていう声を、いくつか聞きまして、とても嬉しかったです。ぜひ舞台で自分の音を、感じて、そして演奏する喜びを味わってもらいたいと思います。次回コンサート2022、1年後ですが、これもとっても楽しみにしています。皆さん今回は良い演奏ありがとうございました。これからも皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。